どうも、ダークセイバーです。今回は、スラムダンク VS クロコのバスケを楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。スラムダンク VS クロコのバスケ。スラムダンク、牧真一、184cm、仁宗一郎、189cm、ルカワカエデ、187cm、川田正史、194cm、森重博士、2メートル以上。クロコのバスケ、明石誠十郎、173cm、緑間慎太郎、195cm、木瀬良太、189cm、青峰大輝、192cm、紫原敦、208cm。どっちが勝つ？一旦緑間抜かない？すぐ奇跡ぶつけるんじゃなく、ちょっと無冠の5人ぶつけて様子見よう。神じゃ緑を止めれる気がしない？これは神が悪いんじゃなくて緑が悪い。緑間さんかはダーニより高くて草。タフ VS ドラゴンボールみたいなもんやんけ。バスケとば抜けじゃ勝負にならないでしょうが、ルカワがワンチャンあるくらいか。それでも花道なら、メンバーにおらんやんけ。せめて沢北三井にしてくれ。それでもクロコ側の圧勝だろうけど、無冠ならスラダンの勝ちじゃないか。レオネイはともかく川田や森重がネブヤに負けるとは思えん。喧嘩ならスラムダンクが勝つと思う。ひねりつぶすよ。バスケ漫画とバスケ風ジャンプ漫画を比べようとするな。クロバスは例えるならプロレスラーが喧嘩の強い高校生を率いてるようなもんや。無冠も全国レベルのバスケスキルプラス突出した才能だから勝ち目が高いかというと、スラムダンクよりテニプリとやり合ってほしい。こいつ出したら一発よ。さすがに本物の超次元スポーツとは相手にならないので、イナイレの連中と戦っててください。イナイレ、テニプリ、クロバス、スラダンになっちまうぜ。なおイナイレは小学生の模様。イナイレは中学生だ。これ川田兄か森重が負傷退場して花道出てくる展開でしょ。さすがの牧もインサイドに紫がいたらファウルは取れたとしても、アンド1は難しそうだな。川田がペイントエリアから紫を引っ張れないとペネトレートできてもゴール下は厳しい。この争いにぶち込まれるスラダン不憫すぎるだろ。花道頑張って緑間のシュートが入る寸前のとこで取るとか、離れ技覚えてようやくスタートラインって感じか。シュートは落下し始めたらボール触っちゃダメだよ。はい、そういうルールあったんすね。知らなかった。仮に触って OK だとしても、あんなシュート触れたら手が死ぬわ。緑間謎いなくとも、普通のバスケやる相手に青峰と紫原入れたらそれで終わりだわ。喧嘩ならスラダンが勝つとか不名誉すぎる。言うて平然とゴールポストぶち壊す紫や刃物で顔狙ってくる赤に喧嘩で勝てるか。一人躊躇なく殺してきそうな奴がいるんですが、喧嘩の相手は灰垣にしよう、提案。血の気多い表室を一周してアレックス片手で持ち上げるくらいには強いし、チンピラ出しでちょうどええやろ。無冠と奇跡の間を取って、灰垣、氷室あたりにしろ。試合後とはいえ、青峰くんにボロ負けでしたよね。めちゃくちゃメンタルでバフ入ってただろうし、なんなら負けに行った説すらあるから。明石、ゾーンディフェンスで行くぞ。スラダンと戦力的に釣り合うバスケ漫画ってアヒルとかハーレムビートぐらいだろ。クロコの相手になりそうなのはどっちかっていうとディアボーイズ。クロコと比べるならブザービーターの方だろ。宇宙人のやる超宇宙バスケだから、多分こっちの方が釣り合うぞ。自分でも無茶なクロスオーバーだと思うが、ステルスモモの独壇場っすよ、に対し、そう簡単の上がってもらっては困ります。と闘志を燃やすクロコの妄想はずっと温めてる。クロコの麻雀になっちまう。金輪際そういうのには縁がなさそうに見えて、裏でしれっとやってそうでもあるんだよなクロコ。なぜか両作品に未来史が出てるのなんなんだろうな。血の気が多いとはいえ、あの時の氷室は聖林と試合したばかりで疲労してただろうし、氷室の喧嘩では腰に入るってどの程度なんだろうな。アメリカでは虹村ともども結構な大暴れをしていたが、テニプリとブリーチのキャラが戦う子ら思い出したわ。なおテニプリ勢が優勢だった。死神に勝つのは草。映画でキャバクラにさらっと入ってたりして、しれっと地下闘技場の観覧席にいてもおかしくない謎の風格がある。狂気の沙汰ほど、面白い。昔そういう動画見たな。なおかなり無茶苦茶な理論でスラダン側が勝つ模様。中高生、スラムダンクよりクロコのバスケの方が面白い。中高生、てかスラムダンクとか読んだことない？これが現実。実際そうやろ。クロコまだやってんの？今の中高生はクロコも読んでないぞ。普通アヒルの空だよね。家庭環境がきついのは NG。バスケ漫画のトップはクロコや。安西が倒れた時に体育館の職員さんが赤木を呼び出すシーンに時代を感じる。今の中高生はバスケ知らんからな。Y が中学生の時バカみたいにクロコ流行ったな。三井のとこってネタにされるけど普通に名シーンだよな。クロコとスラダンってバスケってだけでジャンル違うやろ。バ抜けやぞ。今の中学生ってそもそもジャンプ読んでるんやろか。学生の頃よくミスディレクション使ってたわー。
存在感がないだけでは、ガタイが良いだけの奴のあだ名にゴリって今じゃ連載できんよな。しかも主要キャラやで。黒子はテニプリみたいなもんやろ。真面目な異能スポーツ漫画と開き直ったギャグバトル漫画じゃ全く別物や。お前らだってタッチよりメジャーやったろ。ドカベンなんだよな。人それぞれでいいんじゃね。俺はスラムダンク好きだけど、読んだことないのにおもんないと批判する。これは確かに現実や。中高生が黒子のバスケって、黒子のバスケが終わったの何年前だと思ってるんや。ワイはどっちも読んだけどスラダンの方が好きやで。キャラは黒子の方が好き。ちな20歳。スラダンイコールキャプテン、黒子イコールドカベン。スラムダンクを読ませるのは読んだことのあるお前らの役目や。黒子って YouTube の再生回数すごい。あんなに見てるやつおるんやなって思った。スポーツアニメで最高の出来やししゃあない。アニメのクオリティが違いすぎる。スラムダンク信者、黒子のバスケとかファンタジーだろ、これ。正直三井関連だけでもスラムダンクの方がファンタジーだろ。ダンクしようとした手を一度下ろしてダンクするのはさすがにファンタオレンジ。どっちがファンタジーとかどうでもいいけど、両方読んだ俺からすればスラダンの方が面白かった。正統バスケ漫画じゃスラダン超えられないから、ああいうちょっと中二な内容にせんとあかんかったんやと思うわ。バスケ経験者からするとスラムダンクのスーパープレイは憧れる。黒子のバスケのスーパープレイは正直バカバカしい。トヨタマ戦でルカワが空中でリングに背を向けてひょいってボールをリングに放るシーンは真似したんごね。沢北のヘナチョコシュートとかも真似してたんご。真似したんごねえ。真似したんごね。到底決まらんけど。スポーツ経験者から言わせると三井関連ありえないだろ。そんなん漫画なんだから全部そうだろ。なら黒子だって虹色なネーミングは奇跡の世代とか意味不明やん。30代のスラムダンク好きなのはいいけどさ、毎回黒子を落とすのは引くわー。どっちも好きでええやんか。黒子もなんだかんだ好きやわ。真似はしないけど。僕松、どっちも赤毛が存在するカラフルファンタジーやぞ。黒子サイドがスラムダンクを引き合いに出してるんだよなー。リトルリーグと MLB を比べちゃいかんでしょ。スラムダンク、こんなん高校生にできるわけないやろ。黒子、こんなん人間にできるわけないやろ。黒子は手に布を応じて牙抜けだから。黒子読者はそのつもりで読んでるんだからいいんだけど、スラムダンク信者はバスケだと思って絡んでくるんだよな。そもそも部活ものとして変なところ満載なのを棚にあげて、黒子は緑間がぶっ壊れすぎてな。3ポイント成功率が5割、すげえ、3ポイント成功率10割、はてな。スラムダンクの連載が終わって25年も経つのに未だにスラムダンクより面白いバスケ漫画が出てこない理由、バスケどころかスポーツ漫画でも出てこないやろ。というかスラムダンクより面白い漫画も少ない。黒子のバスケ、またスラムダンクをパクる。訴えていいレベル。Y 黒子のバスケ世代、スラムダンクのアニメを見て言葉を失う。面白すぎるやろ。そうなん。漫画の方が面白いんか。陵南との練習試合のとこまで見た。カラオケで三井の走るシーン流れるの笑いそうになるからやめろ。まだ三井は出てきてない。諦めたら試合終了の人やんな。アニメって最後は兄弟の練習試合で終わるんやろ。じゃあ漫画よりアニメの方が少し長いんか。いや漫画読めや。漫画は最高。言うて40過ぎ以外はアニメでスラダン入ったやろし、アニメも十分面白いで。なんやアニメは評判良くないんやな。確かに古臭いけどあんま気にならんな。黒バスのが面白いで。点取ってから毎回ダラダラ会話してるの草。あんなんしてたら普通に責められて終わるで。待ってくれるんやろ。赤い髪の毛が許される世界やしみんな寛容なんや。アニメに関しては黒子の方が100倍上や、漫画はスラダンやけど、黒子のバスケは漫画でしか読んでないわ。30後半から40代にかけてハラスメント仕掛けてくる人多いんだよなこの作品、ドラゴンボールとの2大巨頭。でもスラムダンクの影響を受けてバスケが人気になるくらいすごかったんやろ。あまりアニメ見ないからクオリティはそこまで気にならんな、人生は楽しい。アニソンだけはスラダン買ったか、なんやアニメの作が良くないんか、テニスの王子様もこれくらいあったで。黒子を見た後にあのアニメを面白いと思える感性は貴重やで、そのままの君でいてくれや。黒子のバスケとスラムダンクって同じバスケだけど違うものとして楽しめるわ。スラムダンクはリアルよりやな。黒子は男も女も楽しめるからな。バスケ漫画の名作、黒子のバスケがスラムダンクを超えられなかった理由。黒子めちゃくちゃ面白いやん。必殺技使うたらあかん。坊主じゃないから。挑発はダサいから。でもスラダンオールスターズと奇跡の世代が試合したら結果は目に見えてるよね。スラムダンクってヤンキー漫画と勘違いして、ちゃんと読んでなかった。当たり前に能力の話するしカテゴリーがバスケ漫画じゃないんじゃ。緑間が一人いれば勝てるから。スラダンじゃなくてテニヌと比べるジャンルだろ。ファンタジーバスケだからな、スラダンはまだ現実より。コミケで黒バス消滅させたから、ある意味伝説を作ったかもしれない。
スポーツ漫画の必殺技みたいなの無理だわ、受け付けない。ちょっと前にアヒルの空のアニメ見たけど、主人公チームが一度も試合に勝たないまま終わって驚愕した。必殺技が飛び交い弱小校が勝利するファンタジーもあれだが、極端に現実的なのもどうかと思うわ。技に固執しすぎてドラマ性がおろそかになったから。1試合で5分しかコピー能力使えないから、とりあえず今は4分だけ使って1分残しとこうという謎の使い勝手。スラムダンクは言うほど面白くないし、黒子は意外とまともにバスケ漫画してる。スラムダンクはなろう。繰り返す、スラムダンクはなろう。主人公含めて奇跡全員性格悪かったなぁ。スラムダンクのレギュラーも良い人とは言えないが、藤巻本人も超えられないし超えるつもりないってはっきり言ってたろ。だから関数も30巻で終わってる。スラムダンクが31巻で終わってるから。黒子も面白いといえば面白いけど、スポーツ漫画のジャンルやないやん。比べようがない。ジャンプ的には黒子みたいな客翼路線が正しいと思う。スラムダンクはリアル寄りでジャンプだと異質。両方とも面白い。それは間違いないんだけど、スラダンの方法が圧倒的に面白い。黒子はまず比べるレベルにも達してない。手に布の下ぐらい。スポーツ漫画で必殺技使い出したら、それは純粋なスポーツ漫画とは言えん。一気読みすると面白いよ。スラダンはもう面白い超えてるから比較するのもかわいそう。エモキャラも話もスラダンの方が良いからね。勝てる要素どこもない。黒バスの方は伏線全部回収して、やること全部やってきっちり終わってるから、完成度は上だよな。スラダンは結局、途中で放り投げたぶん投げ漫画だし、少なくとも全国大会のトーナメント票が出た時点でこうなるって予想した通りの終わり方したわ。えと先駆者かどうかが8割だよ。ぶっちゃけ、キャラがどうとかってのも結局明確な比較対象が近々になければそこまで必要には言われない。むしろジャンプ的には黒子の方が正統派な能力バスケ漫画。スラムダンクはヤンキー漫画、ギャグファンタジー若干ある、から、リアル寄りのバスケに移り変わっていったし、ジャンプにしては異質なタイプだよな。どっちも金出して買ってたからどっちも下げるつもりはない。ただスラダンの面白さは異常。今まで読んだ漫画で一番かもしれん。